皆さんもね、ニュースでも聞いたと思うんですけど、宮崎県で、昨日8月8日の、ね、4時43分頃に、大きな地震があって、日南市っていう町では震度6弱が記録されて、震源地は日向灘っていうね、宮崎県の、沖の方にあるところが震源地であって、で、50センチぐらいの津波もあったっていうぐらいで、みんなもニュースですごい見て、びっくりしたと思うんだけど、こういう地震がありましたね。もうこういうニュースがあるたびに俺だってこのもう 身が引き締まるっていうか、もうなんかキュイってなるやん。もう3月11日俺はね、小学6年生だったんだけど、その時を思い出すし、それから続くね、いろんなこの地震大国に住む俺らだからこそ、こういうニュースがチロンって入ってくるだけでもうゾワってざわつきますよね。で、昨日もやっぱ大きかったから、すごいこの気がね、ざわついていたんですけど、死者はね、今日の朝調べたところ確認されてないみたいなので、それは感謝なんですけど、被害はすごい大きくて、もう倒れた建物や、崩れたものや、上から落ちてきた石やこの土砂が崩れたりって、もうすごい大きな被害があるので、これからも本当にね、復興とかさ、こうやって被害を受けた人たちのために祈っていきたいと思うんですけど、このさっきも言ったけど、俺らって本当に地震大国に住んでるじゃないですか。もう昨日も地震、今日も地震、明日も地震って感じじゃないですか。マジで表現力なしで、でこういう特にこうやって大きな地震とかね、その他にも俺ら自然災害によく見舞われますよね。台風とかね、そういう時にクリスチャンの中でも、そしてクリスチャンじゃない人の頭の中でも、この繰り広げられる質問っていうのがあると思うんですよ。これはもうクリスチャンに聞いてもいいのか、聞いたら気まずいから聞かないことにしようけど、やっぱり聞こうみたいな、そういう感じの質問なんですけど、それはそもそもなんで神様がいるならこういう地震や自然災害を起こすことを許すのかって、なんでこれが起きることを許すのかっていう、結構単純な質問だけど、牧師に聞きにくいし、クリスチャンじゃない人なら、でもこれクリスチャンの友達に聞きにくい。Hello, welcome to this video. この動画へようこそ。あなたは正しい動画へ導かれました。ハレルヤ。それをね、ちょっとみんなで考えていきたいと思います。これはね、すごいセンシティブな、地震とかそういう自然災害について話すときってやっぱセンシティブであるわけじゃん。この中にもすごいそういう避難、被害に遭われた方いると思いますし、そういう苦い思い出とかある人がいると思うから、ヘリコプターが今飛んできましたけど、でもああやって本当にさ、この避難のさ、シーンが繰り広げられたりさ、救助のシーンとか繰り広げられるわけやん、地震や。はい、マッチングしましたね。さっき言ってたのはそのセンシティブなトピックだから、あんまり軽々しく言いたくないんですよ。特にクリスチャンじゃない人とかも見てると思うから、軽々しく神様がこう言ってガガガガガとかってやるよりも、これは聖書に書いてあることであって、そしてってことは、俺が信じていること、クリスチャンが信じていることであるので、興味がある人はね、最後まで見てほしいと思います。はい、最初にこの、なんていうかな、伝えておきたいシンプルな事実として、聖書に書いてある事実として、まず神様はこの世を作られた時に全てを完璧に作られたんですね。完璧に作られました。神様はこの世を作った時にこれを良しとされた。 God saw it and he said that it was good。 神様はこの good、 良いとされたんですよね、作ったもの。だからそこには完璧な秩序があって、アダムとエヴァと神様の素晴らしいこの交わりの関係があって、だけどそこに何が入ってきたんですか。おさらいですよ。 Thank you。 罪が入ってきたんですよね。で、その罪っていうのはもちろん俺らにとんでもないものをもたらしましたよ。この死とかってね、病気とかって、今また救急車の音聞こえ始めましたけど、それだけじゃなくて自然界にも大きな罪の結果をもたらしたんですよ。で、それがこういう自然災害なんですよ。地震とか台風とかいろいろね、もちろんそこにも秩序あるよ。こうやってプレートがこうなってって、秩序の中の自然災害とかもあるんだけど、そういう人間に害をもたらすような自然災害っていうのは、そういう罪の結果でもあるんですね。で、この自然界っていうのはやっぱり完全に神様によって成り立ってるってことを俺らは知る必要があるんですよね。この自然界っていうのは偶然たまたま今動いてるわけではなくて、全知全能の神様が、いるわけでしょう。俺らが信じてることによると、この聖書によると、ってことはやっぱり神様の手の中で動いてるんですよ。で、それが、コロサイ人の手紙第1の1章15から17に書いてあるので、そこをパッて読みますね。巫女は見えない神の形であり、作られたすべての
ものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。はい、って書いてある通り、この世の中って全部神様の手の中に、この御子ってイエス様ね、イエス様の手の中に成り立ってるっていうのを俺ら覚えるんですよ。だからもちろんこの自然災害とか地震とかを神様止められるんじゃねえのかって言ったら、もちろん止められるよ。その力神様持ってるよ、この自然を治めてるから。だからじゃあなんで許すのかっていう、さっきの最初の質問に戻るじゃん。でプラスまだ続けると、この旧約聖書にもたくさん神様はこの世の中を、この人々を裁くためにも自然災害っていうのを使ってきたこともあるんですね、過去にね。黙示録にもそう書いてあるんですよね。これからまだ来る時代ね、これから先も神様はこの世の中を裁くために自然災害を使うって。でそのヨハネの黙示録、最初の一番最後の本なんですけど、そこにはその地震も書いてあるし、いろんな氷とか、いろんな今じゃ考えられないような恐ろしい自然災害を使って神様はこのように裁きをもたらすってことも書いてあるんですね。だけど今起きるすべてが、これもこれも、この地震もあの地震もこの台風も全部神様が直接送ってる裁きかって言ったら、そうじゃないと思うのね。それはクリスチャンの中にもいろんな意見があると思うの。全く違うでしょっていう人もいれば、いやこれは必ず罪の結果だって、ここの地域の人のこの罪の結果だって、まあいろんな意見があると思うけど、俺は全部が全部そうだとは思わないのさ。だけどはい、その最初の質問ね、じゃあなんで自然災害が起きるのかっていう質問に戻ると、俺はやっぱりその神様はこうやって地を揺らすって、まあ、表現的にも物理的にもね、この地を揺らして、なんていうかな、こうやって人々がその苦しい状況に行くことによって、人生の中で、この生きてる中で何が本当に一番大切なのかっていうのを本当に分からせようとしてくれてると思うんですよね。俺だってやっぱ大切なことに気づくときって、やっぱり失うときだと思うんだよね。本当に絶望の中にいるときっていうか、苦しみの中にいるときに、人生の中で一番何が大切かっていうことにこう気づかされると思うんですよ。で聖書がそれが何かっていうと、神様がそれ何をかっていうと、この誠の命なんですよね。この本当の命、この永遠の命が与えられてるかっていう、救いを受けてるか受けてないっていうのが、神様が俺ら人類みんなに説いてる一番重要な問題なんですよね。でイエス様ははっきり言うんですよ。たとえ全世界を手に入れても、誠の命を失ったら何の得がありましょうって、何の意味がありましょうって。この世の中全部を手に入れて、お金持ちになって、有名になって、登録者100万人できて、もう女の子に超好かれてって、ウェイウェイピンピキパンパンパンしてても、地震がパッてきて、全ての家が失われて、大切な人が失われてってした時に、その人はどういう人ですか？ He has nothing。 彼は何も持ってないんですよ。でその命さえ奪われたらもう何がありましょうか？それをイエス様も言ってるんですよね。だから永遠の命を得なさいって、私から、だから許しを受けなさいって。でそれを俺はこういうやっぱり地震とか自然災害を通して、神様は俺らに一番このメッセージとして俺らに語ってくれてると思うんですよね。はい。で俺がすごいまた思うのは、このやっぱ地震とか自然災害が起きるときって、世の中が声を合わせて、はい神様いないとか、はい神様信じてる、お前はアホタレバカトレって言うじゃないですか。それか一応神様いたとしても、それは最悪な神様だって、一番の神様だって。けど俺がいつも思うのは、なんで悪い時が起きた時だけ全部神様に指をさして、神様を信じてる人たちに指をさして、ほら見ろお前の神様って、ほら見ろお前神様ってやるんだろうって。なんであなた方の素晴らしい日々ね、素晴らしい人生の日々に神様感謝しますって、こういう素晴らしい時を与えてくれて、素晴らしい家族を与えてくれて、素晴らしいこの与えられてる全てを、与えられてる全てを本当にあなたに感謝しますってならずに、何か悪いことが起きてやっと神様いるかのように指を指して、はい神様最低ってなるんでしょうかっていうのが、まあ、切実な俺の思いもありますね。はい。でプラスではっきり聖書に書いてあるのは、その地震が起こるのはこの世の終わりが近いからっていうことを、まあ、聖書は言うんですね。
聖書は言うというか、もうイエス様自身の言葉で、この未来の予言を書くときに、予言というか未来について語るときにイエス様は言ったんですね。マタイの福音書の24章の7節ですね。ここだけごめんなさい、ピックアップして読みますね。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方法に飢饉と地震が起こります。これイエス様がさっきも言ったけど、この世の終わりの時を語ってる時なんですよ。地震は起きるって、戦争も起きるって、完全に 100% 書いてるんですね。聖書的なんですよこれ全部。だから俺らはもうここ数十年どれだけ多くの地震を見てきてるでしょうか、どれだけ多くの戦争を見てきてるでしょうか。特にイスラエルで、何度も言いますけど、イスラエルはもう聖書の中心です。神様のこの計画の中の中心地です。東京を越えてジェルサレムなんですよね。だから皆さんもう一回理解しましょう。俺らがどれだけイエス様が帰ってくる時に近い時にいるのかっていうのをね、俺はみんな焦らせたいわけじゃないです。ただただ聖書が言ってることに基づいて、ワンチャンイエス様手ぐらい探しちゃうぐらい近いんですよ。あと、こうやってね、さっきの世の終わりの時代が来てるって言ったじゃないですか、もう終わりの時代だって。その次どういう時代が来るかっていうと、もういろんな情報もぶっ込みすぎてみんなの頭も多分こんぐらいでっかくなってると思うんだけど、イエス様が帰ってこられるときに、そこには完璧なね時代が訪れるんですよ。で、その訪れるのを待ってるのは誰ですか？I hope it's you、 あなたであることを願うんですけど、まあ俺らクリスチャン願ってますよ。イエス様早く帰ってきてくださいって、早くイエス様を治めてくださいって、この世の中だけど、それは俺らだけじゃないんですよ。この自然界も待ってるって聖書には書いてるんですよね。ローマ人の手紙の、8章19節から22にこう書いてあります。ちょっと難しいけど、読みますね。はい、読みます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意志ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共に うめき共に生みの苦しみをしていることを知っています。はい、この被造物もこの出産をする時のようにね、この素晴らしい子供が来るかのようにイエス様がこの世を治める時を待ってるんですよ。で、今は痛いんですよね。その陣痛の時も、子供を産む直前って女の人めっちゃ痛いですね。あ、痛い、本当に主よ、俺を男に作ってくださり本当に感謝するんですけど、冗談ですよ。はい、みんなリスペクトしてますよ。けどこの自然界もこの次に来る素晴らしい世の中を待って一緒に苦しんでるって書いてあるんですよね。だから今こうやって地震が起きたり、いろんな自然災害が起きたり、俺らがあんまり目を留めたくないようなことが起きたりするんですね。だけどその先にはそれもない、本当に完璧な、またイエス様、神様がもともとデザインした世の中が来るって聖書にははっきり書いてあるんですね。はい、っていうことがね、この聖書を通してこの地震を見た時の、まあ俺がみんなにちょっと語ってみたかったことですね。本当に聖霊様がね、神様がみんなに少しでも語ってくれたことを本当に信じたいと思います。そして現実的な話として、特にこの宮崎とか四国とかその辺に住んでる、関西とかその辺ね、あの地域ね、北海道から見るともうあっちの方に住んでる方々、マジで現実的に備えてください。なんかあんまりそのパニック症候群をみんなに発令ビームしたくないんですけど、実際にこの南海トラフの大きさっていうのはみんなも聞いてると思うんですよ、予測でね。もう東日本大震災の何倍でしょうか。死者今日も調べたけど30何万人とかですよ。皆さん、これからねどういう時代が来るか分かんないけど、どれだけこのイエス様の帰ってくるのが近いのかとか分かんないけど、こういう予測があるなら少しでも備えておきましょう。何かできる準備、もちろん霊的な準備一番ですよね。俺らは明日イエス様の元に帰ってもいいですか。だけどこの世的にも必要な、そういう非常食とか必要な準備、逃げる場所とか全部あなた準備できてますか。このね、南海トラフを朝調べててもうゾクッとしましたよ。 足のつま先からてっぺんまでゾクゾク地震の怖さ、けどイエス様それでもパワフルハレルヤなんですよね。だからはい、それを頭に入れといて覚えいただきながら、そしてここ特に1週間とか2週間とかこの宮崎周辺また大きい地震がある可能性あるっていうので祈りに覚えましょう。そして今回の地震で被害を受けたね方々に本当に祈りを
覚えましょう。彼らが本当に早く復興して、そして何と言ってもさっき言ったけど、彼らが本当に唯一生きたこの全知全の神様に立ち返ることができるように。今日の朝インタビューで見ました。仏壇がこう普段寝てるところにバーンって倒れてきて、夜だったら私死んでたって、この仏壇は本当にあなたを救うことができるんでしょうかっていうことを今大胆に問いかけたいと思います。はい、この世を作られた神様に全ての栄光を返されるように祈ってます。主に栄光あれ、ハレルヤ。この日本がね救われるように祈りましょう。見てくれてありがとうございました。今日はね本当にパッと充電、カメラの充電器もなくなって、いろいろパニック症候群で急いで頑張って暑い中で撮ってるんですけど、ハレルヤ。見てくれてありがとうございます。 God bless you everyone。 そして宮崎の人々気をつけてください。南海トラフエリアに住んでる人気をつけてください。日本中に住んでる人気をつけてください。世界中のみんな、明日今日何があるか分かりません。あなたは救われてますか。ハレルヤ。 God bless you everyone. I'll see you in the next video. チャオチャオ。